に株始めて大成功したら大学辞めちまったんだよ。一円も生み出さない学問なんて無駄と言いやがってよ。でもそれって課長の機嫌損なることですか。うちの下の子が影響を受けちまったな。勉強なんて無駄だから大学なんて行かないなんて言い出してよ。それ説得するのにどれだけ苦労したか。で大学へは行かれたんですか。なんとかね。その中塚さんですが今は学問に目覚めたようですよ。は？ちょっとよろしいですか。警視庁特命係の杉下です。同じく甲斐です。まだ僕を疑うんですか。アリバイは証明されたでしょう。犯人を突き止めるためにあなたにお話を伺いたいんです。池本教授とは随分と親しかったようですからね。少しよろしいですか。すいません、こんな時間まで付き合っていただいて。いやいや、いつもなら来ない場所に来たおかげで素晴らしい大発見をしたよ。こっちが感謝したいくらいだ。その大発見が何かお聞きになりましたか。いえ。3000万の損失を何者かが補填していた。理事長と考えるのが自
自然でしょうね。損失を出したら責任を問われる可能性もありますから。それを暴かれたから池本教授は殺害されたということですか。理事長が教授を殺すにはもっと強い動機が必要でしょう。例えば池本教授はファンド運用の失敗以上の何らかの秘密に気づいた。あ、知性の流出。違うです。行きましょう。この国には空白の354年間が存在している。この先一般道その他待ち伏せエリアに注意してください。新たな物語の幕を開けた舞台アルカナシャドウ。正面です。通
加速度は40キロ以下です。探してみましょう。ブリン。ラッシュオン。